はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんの中でね、その何らかの形で、ダイエットというのをね、始めようとね、思っている方もね、中にはいていると思います。今ね、現在もうそのダイエットしている途中の人もいてます。目的はね、僕の場合やったら、僕のようなね、その病気で常にこう通院してる人とかやったら、血液検査がありますので、その検査で、いい成績を残そうと思って体重を減らしてね、血中濃度っていうのをね、こう正常に保とうというふうに、努力するためのダイエットとか、あと単純にね、何もなくても体重を落としたいっていうためのダイエットをしようと思う方もね、いていると思うんですけどもね、でもそのそもそものダイエットというのをまずしようと思うとね、やっぱまず最初に思い浮かぶのがね、こう食事制限なんですよね。皆さんの頭にパッて思うのが、あの食事制限なんですよ。厳しいね、食事制限でその激痩せを狙いたいとね、みんな頑張るんですけどもね、あの結局ね、空腹に耐えきれずにね、ギブアップする人もね、多いんではないでしょうか。僕もね、そういうところもあるんですけども、でも幸いね、ダイエットに関してはですね、物が食べれないという口のね、あの口腔粘膜の粘膜障害がありますので、今のところなんとか成功してるんかなっていうふうに、ね、感じてるんですけども、でもそんなね、そんな僕みたいにその粘膜障害がない人でも、今回はですね、その食事制限中であっても大丈夫な、しかも夜に食べるという食材をね、今回紹介させていただきます。ざっとね、紹介しておきますとですね、ヨーグルト、卵、バナナ、春雨、おからクッキー、豆腐でございます。どれもね、低カロリーやしね、ものによっちゃね、その栄養価もそれなりにある食材ばっかりであるんですけども、これらをね、ちょっとね、小腹が空いた時に食べるとね、腹持ちも良くてね、食べた感という満足感を感じれるので、気分よくね、幸せな感じでね、こうぐーっとね、眠りにつくことがね、できます。皆さんもね、小腹が空いたらね、ちょっとかじる程度にね、食べてみてはいかがでしょうかね。ではね、これからその今紹介しました6つのね、食材のね、おすすめポイントをね、軽くね、紹介させていただきますね。こういう言い方をすればね、語弊がありそうなんですけどね、夜に食べても太らないであろう食材の一つ目はですね、ヨーグルトでございます。夜にヨーグルトを食べるというのはですね、皆様耳にしたことがあるかもしれません。ですけどもね、その夜に食べるだけではなくてですね、ホットヨーグルトにして食べることをね、おすすめします。これからね、寒い冬にね、温まれますよ。ほんまにホットヨーグルトっていうのはね、すごいいいと思います。なぜね、そのヨーグルトがいいのかというとですね、それはね、女性の方ならでね、その悩みとして多い便秘にありました。ヨーグルトをね、夜に食べることでね、そのカルシウムがね、ヨーグルトの中のカルシウムがね、体内にね、蓄積されたその脂肪とですね、結びついてくれて、翌朝出やすくなるんですよ。もう一回言いますね。カルシウムが体の中に蓄積された脂肪と結びついて、翌朝出やすくなるんです。出るって脂肪がそのままドバッと出るわけじゃないですよ。脂肪がね、カルシウムが引き継いでくれて、エネルギーとして、消化できるわけでございます。消化って言ったらね、出すことの消化なんですけども、使う方の消費ね、消費、エネルギーとして消費しやすくもなりますし、で、そもそも便秘っていうのも解消できるんで、今、便秘そのものというのは、ダイエットとかね、健康面っていう面からも、もう快適なんでね、ぜひね、ホットヨーグルトをね、取り入れてみてください。そして二つ目はですね、ゆで卵ですね。卵アレルギーの人はね、食べないでくださいね。ほんまやめといてくださいね。卵はね、身近なスーパーフードと言われてます。卵っていうのは、タンパク質をはじめですね、カルシウムもあるし、ビタミンもミネラルまでね、バランスよく栄養素がね、含まれております。これはね、以前のね、動画でもお話ししましたね。卵は素晴らしいんですよっていうのはね。でもね、ほんまに、素晴らしいんですけども、アレルギーの人はほんまに食べないでくださいね。でそんなね、卵っていうのはね、1日に3個から5個は食べても OK なんですけども、血圧が高い人はね、控えましょう。普通ね、今までその情報やったら、1個までとか、食べても多くても2個までやで、1日2個までやでっていう情報もあったんですけどね、
まあ、でも最近ではね、あの厚生労働省もね、何個食べても構わないというふうに言ってますんでね。で特にね、糖尿病のね患者さんらをこうターゲットじゃないわ、実験のね材料になってもらって卵を食べ続けてもらっても、そもそも糖尿病に関して卵ってすごい影響があるかって言ったらそうじゃなかったみたいなんですよ。だからね、卵ってね結構何個食べてもいいよっていう風な感じでね、受け止めることがねできるんです。でもまあ、 血圧の高い人はねちょっと、ね、控えておいてください。まあ、でもどうしてもお腹が空いた時にはですね、ゆで卵を食べるとね満足感も得られますしね、まあ、本当にね栄養も取れるんです。その夜にね炭水化物とかね、あのお肉をねがっつり食べるのはね、まあ、消化に悪いので、まあ、それはねこう避けてねゆで卵をね食べてみましょう。あとねゆで卵はね朝に食べてもね効果的です。卵にはね安心のホルモンと呼ばれてますね、セロトニンをねきちんと分泌してくれるトリプトファンっていうのがね含まれてますんで、あの他の神経伝達物質がねこうバーって暴走するのをね抑制してくれて、こう平常心をね持ち続けることができるんですよ。それによってね満足感が得られますので、まあ、朝からねお腹いっぱいになるので、まあ、その後のね食欲の暴走もね抑制してくれます。そしてね、まあ、お腹いっぱいになってもね卵にはね炭水化物もまあ少ないので、そのインスリンの働きもねこの穏やかなので、あのインスリン抵抗性もねなくなりますしね、あの眠たくなりすぎることもねありません。まあしかしですね、食べすぎるとですね、あの卵の脂質がね作用してね脳内で、ね、レプチンという食欲を下げるホルモンとねグレリンというね食欲を増やすホルモンがあるんですけどね、このバランスが崩れるとですね、睡眠のねオリキシンというホルモンの分泌が崩れてしまって、まあ、それぞれバランスが崩れ出してほんまにねグーってね眠たくなってしまいますのでね、まあインスリン抵抗性はないので糖尿病にね直接関係するわけじゃございませんけども、食べ過ぎると良くないのでね、注意してください。まあ食べ過ぎってどれぐらいやねんってね、あの思われますけどね、ほんま10個も20個も食べたらほんま食べ過ぎですよ。あのだからね、まあ、ほんまに1回に食べる量が多くても3個から5個ぐらいでね満足しておいてください。で3つ目の食材がねバナナです。あのバナナダイエットというのがね一時期流行りましたよね。まあ、 あのバナナだけっていうね、そのバナナ単品ダイエットっていうのはおすすめしませんけども、まあ、今回ね軽く小腹が空いた時に食べる、軽く食べるということなので、バナナ単品でのお話をします。あのバナナはですね、あの栄養価が高いんですけどもね、あの温めることでさらに栄養価が、ね、上がるんだとか言われてます。温めるとですね、バナナに含まれるオリゴ糖のね調整作用、成長作用や腸を整える作用がね高められてくれるんで、まあ、もちろんね、ほんで便秘にも効きます。温めるとですね、そのまま食べるよりもね甘みが増すので、甘いものを我慢している時もバナナがおすすめでございます。そして4つ目がね、春雨です。夜中にね、ついついお腹が空くとカップラーメンに手を伸ばしがちな人もねいてると思うんですよ。でそういう人はね、まずねカップラーメンっていうのを春雨ヌードルに変えてみてはいかがでしょうかね。春雨ヌードルだったらカップラーメンに比べてねカロリーがもう格段に少ないんで、お湯をかけるだけという簡単さはね結構維持ができますのでね、こう手軽にやっぱ差し替えることができますんでね。しかしね、まあ、春雨っていうのはね糖質が含まれてますので食べ過ぎには注意してください。本当にお腹が空いて眠れないという時だけにね春雨はしておきましょう。そして5つ目はねおからクッキーでございます。小腹が空いたけどご飯じゃないねんな、お菓子食べたいねんなっていう時ってね結構ありますよね。いやしかしね大抵のねお菓子っていうのはね糖分やね脂質や炭水化物がね多く含まれてますので、夜に食べるのはね NG なね代表格のね食べ物って感じなんですよ。でもねおからクッキーやったらね、その夜食やねちょっと小腹が空いた時に食べてもね大丈夫みたいです。これでもねその炭水化物やね糖質っていうのはね依然とはしてありますけどもね、まあ、他のお菓子に比べ全然ね違います。全然少ないんですよ。夜食だけではなくですね、オフィスとかねもうちょっとしたお手掛けなどにね持っていくのもねいい感じです。少量ならねほんまかさばらへんしね持ち運びやすいしね、腹持ちがいいのがねすごい嬉しいポイントです。お弁当をね作り忘れた時とかにもね、まあ、そのコンビニでパッと買わんとですねおからクッキーっていうのをね、まあ、作り置きしておいてねそれをね食べてみたらいかがでしょうかね。そして最後の6つ目はね豆腐です。まあ今はねなかなかないですけども、その飲み会から帰ってきてねその締めに何か食べたいなーってこう思った時とか、食欲のままにねラーメン屋さんに行ったりね、あと丼屋さんに行ったりしてね結構そこでガッツリ食ってしまうと思うんですけども、それはねすごい危険です。そもそもね締めにっていう風に考えるのがねあかんのですけどもね、やっぱでもね気分的にねこう締めたいっていう時ならば、おすすめしたい食べ物がね豆腐茶漬けです。豆腐茶漬けっていうのはね、まあ、一般的なのお茶漬けのね
ご飯の代わりにね豆腐を使用したものなんですよ。ご飯と同じように豆腑にサラサラとね普通にふりかけをかけてね、まあお湯でもいいですしね、お水でもいいですし口の中にねこうサラサラとかき込むことができるね、すごい楽ちんな一品なんです。まあそのお茶漬けの素だけをねただただ使うだけではねその味がね薄いからなんかねそっけなくて殺風景だから嫌やなって思う方もいてると思うんですけども、まあ、そんな人はそのまあクックパッドとかね専用レシピとかをね活用してみたりね、何て言うんですか醤油とかね、ごま油とかの調味料を足してもらってね調節してみたりしてねお好みの味にしましょう。だからといってねその調味料をかけすぎるのはね逆効果なんでダメですよ。まあ、普段からでもね冷ややっこに飽きてしまったという人にはねそのおすすめのレシピです。まあ、そんな感じでねヨーグルト、卵、バナナ、春雨、おからクッキー、豆腐というね6種類を紹介させていただきましたけども、まあ、ヨーグルトというのはですね、まあ、夕食も含めてなんですけども、まあ、その夜からって食べるものっていうのは、まあ、その食べたものがね体に蓄積されるからと言ってね、まあ、食べないようにしてる人たちも中にはいてると思うんです。太るから言うたね。しかしねその空腹がね絶対ね出てくるわけなんですよ。なのでもうそのストレスっていうのがねこう溜まってしまってはねダイエットもねうまくいきません。でも夜は確かにね人間の体の構造上ね脂肪などをね蓄積しやすいね時間帯なんですよ。しかしねこの睡眠によってね成長ホルモンがねこう分泌される時間帯でもあるので蓄積と同時にね修復っていう時間でもあるんですよ。そのねホルモンが分泌されるっていうのは体をね浄化しよう、浄化じゃないな、こう正しい方向に戻そうというふうにしてねホルモンとかねその酵素が頑張ってくれるんですよ。だからその修復の時間にタンパク質とかね成長効果のあるものを食べることによってねそのお通じも良くしてくれるんで痩せやすい体へと変わっていくんですよ。まあこのようにね体の機能的なことをちょっと知っておけばね食べた方がいい理由もね知ることができるので食べることに罪悪感がちょっとなくなると思います。でもただ食べ過ぎは注意してくださいね。まあ、そんな感じで今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてねこの動画このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。